時に それがマジなんだわ。オーディションを見事に勝ち抜いてな。社長もこいつを役者にって芝居の稽古とかもさせてたし、結構営業もかけてたし、その努力が実ったわけだ。素晴らしいですね。まあ、あんたみたいな貧乳色物アイドルには一生縁のない企画よね。不条理だ。これは現代社会の不条理だよ。そういうわけで、応援よろしく。どうしたの？めぐみの恋がたきとか、いたぶりどついて小突き回す、そんな役なら誰でもやるっす。お前の役は通行人だ。通行人。あたしとあんたの格の違いね。当然のキャスティングだわ。小麦はフェイクで大失敗した前科があるしな。通行人に押し込むことすら苦労したんだぜ。ま、勉強だ。こういう現場もたまには見てみろ。そんにゃちなみに私は京介さんの妹役。私の演技力からすれば当然よね。おこれからは私の時代よ。くそー、めぐみめー、くそー、めぐみめー。メグさん、初めての主演ということでご感想は？
しますが、全力で頑張ります。皆さん、よろしくお願いします。これは使えそうでございますわ。なんなの、この格好。何って、お前の格好だよ。通行人ってもいろいろあるからな。昭和初期の町にはな、こういう格好のやつが。ひろちゃん、私をいじめてない？別に、そういうわけじゃねえ。じゃあどうしてこんな格好？お前、かぶり物専門だろ？出番じゃないけどね、別の場面で出演するから見学に来たの。そうなんだ、ゆりちゃんも出るんだ。中原さんも今日の撮影に参加するんだね。はい。通行人の役ですけど。通行人って言ってもさ、引き締める重要な役目を持ってるんだし。だから中原さんも頑張って。はい。それじゃ。小麦ちゃん、また後でね。その言い方。あら、私褒めてるのよ。事務所の仲間の素敵な服を。まあ、そうは言っても、この私に比べたらちょっと地味に見えるかしらね。それではテストをお願いします。テストスタート。エキストラ動いて。はーい。車の中アクション。失敗しろ失敗しろ。庶民の街を見るなんて初めて。ああ、活気に満ちているだろう。君も街は初めてかい？はい。
士というものですの。カット。そこ、出前のチラシ巻いてるやつ。え、あたしっすか。もうちょっと気合い入れて動く。もういい。気合い入れるっす。もういい。よし。まったくしょうがないわね、小麦は。むか。それからメグ。え、あたし。お前の芝居はもっとなってない。そんなことで主役が張れるか。え、はい、どうもすいません。それで、どこをどう直したら。わからん。はい。わからんが、とにかくなんとなくだ。なんとなく。めぐる部分からもう一度。にゃはは、人を笑った罰だにゃ。おかしいな。え？あんな曖昧な指示を出す監督じゃないんだけど。とにかくもう一度やってみます。テスト！よーい、スタート！これが町というものですの。カット！違う違う、全然違う。え？何やってんだメガ。すいません。まったくしょうがないにゃ。めぐみはこれ目の保養させてもらう麦。早く決める麦よ。決定麦。ほよりちゃんがいる以上たっぷり目の保養をしたい麦が、ここしか隙間がなかった麦。めぐみは傑作だったにゃ。あの怒られぶり、せいせいしたよ。もうええ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 眼福もぎもうええもうええもうええ。お芝居下手だったかな。私にはそうは見えなかったけど、セリフはちゃんとは言ってたし、役も理解してたと思うけど、ペンギちゃんはどう見えた？そう真面目に聞かれるとどこがどうってよくわかんないな。監督さんも具体的にどこが悪いって言わないし。めぐみにはまだまだお芝居は早いってことよ。もうええ。そういうことなのかな。もうええ。小麦ちゃんが解いてくれたらもっとはっきり見えるもんじ。もうええ。惜しい、あと少し。
さあ、ヤマムギコムギちゃん。え？この記事はなんだかものすごいことになってるにゃー。私も映画の撮影の時はめぐみにザナ見ろって思ったけど、このバッシングはちょっと異常だよ。雑誌とかにもこんなに書かれちゃって。めぐみ、なんか声かけづらい雰囲気だにゃ。あんた、何そんなもの読んでんの？別に。どうせあんたもそれ読んで、そうだそうだとか思ってんでしょ？になっちゃったわね。ああ、ちょっとしたパニックだ。映画の撮影の方は？監督どころかスタッフまでめぐみを毛嫌いし始めてな。現場がうまくいかないってんで、とりあえず今は撮影中だ。なんでこんなことになっちまったかな。まるで見当がつかないわ。ともかく、私たち事務所の仲間だけでも彼女をいたわってあげないとね。そうだな。え？ファックスか。だから、しばらくすれば収まるって。人の噂も七十五日って言うし。2ヶ月半もこんなのは嫌。いたわりか。こいつにいたわりなんぞ必要ねえ。な、何すんのよあんたたち。ガッツくんだよ。え？
当に最低だよ。ここは私の出番だね。